エディンバラ級系巡洋艦は、イギリス海軍の軽巡洋艦の艦級。エディンバラ級は、イギリス海軍が1936年に締結した、第二次ロンドン海軍軍縮条約に基づいて、竣工させた艦級であり、グロスター級、サウサンプトン級とともに、タウン級系巡洋艦のサブクラスとみなされる場合も、ある。写真は、日本海軍の最上型最上。 条約排水量を超過した設計で 15.5cm 砲を15門も搭載できた。エディンバラ級はサウサンプトン級に引き続き建造されたタウン級系事二王艦の第三グループである。全級において対空火器の不足が問題となったため、艦型を1万トン台まで大型させて 10.2cm、連装広角砲を全級の1.5倍である6機を 竣工時から搭載するなど対空火器を強化した。全球との外観の識別点として、機関配置がボイラータービンだったのがタービンボイラーと逆にしたことにより、環境と煙突の間が大きく離れているのが識別点である。このおかげで、風向きにより一番煙突からの高温の倍円が、環境にかかる欠点を軽減させた。 防御力も強化されたエディンバラ級ではあるが、ネームシップのエディンバラが、戦没、二番艦のベルファストが、記念艦としてテムズ川に渓流保存されている。写真はベルファスト。エディンバラ級の基本デザインは、リアンダー級の拡大型として、設計を一新しており、監視還元の高い挑戦士型船体を採用している。軽石屋のついた、 監視乾板から15.2センチメートル速射砲を3連装に収めた手砲等を背負い式で2機、船体に比して大型すぎる等型環境と軽量な三脚型の全部マストが立つ。機関のシフト配置の変更のために2本煙突は環境から大きく後方に離され、その間は水蒸気施設となっており、中央乾板上に中心に対して直角に、 埋め込まれたカタパルトを挟んで一番煙突のキブクレーンが片言一機ずつ計二機が配置された。これにより一番煙突の後方は対空火器が集中しており 10.2cm 広角砲を連装砲画で片言三機ずつ計六機を配置しその下部の原則甲板上に 53.3cm 魚雷発射管が三連装で片言一機ずつ計二機配置された。 構造物がかさ上げされたことにより2番煙突と、後部見張りッと、後部マストの位置が上昇し、上部構造物の上に配置された3番4番手法等の位置も、監守側と同等となり後ろ向きで2機が背負い、式配置された。2番艦ベルファストは1956年から1959年にかけて、デボンポート交渉で近代化改装を受け、重量化する。 レーダーアンテナのために前後マストを複雑なラティス型マストに更新した。また、化学兵器、核兵器使用下で行動するために空調施設と戦場装備を新たに搭載した。この時に丸みを帯びた環境構造はタイガー級に準じた核型の環境構造に一新された。マークエキセン15、2トル速射砲の断面図。エディンバラ級の手法は、 新設計のマーク液体15、2トル速射砲である。エディンバラ級は、イギリス海軍のジュニオ艦では、初の三連装砲塔を採用したが、三連装砲塔自体は、イギリス海軍のネルソン級戦艦で、すでに採用されていたが、エディンバラ級のものは三門の方針の内中央部の方針が奥まった特徴的な設計であった。その性能は、 同世代の連合側では、軽い5 0 8キログラムの砲弾と、最大射程23,300メートルという比較的、平凡なものである。不行能力は、行角45度、深く5度である。確砲塔は、単体守備線方向を0度として、左右150度の射界を確保する。発射速度は、毎分8発であるが実用上は6発程度であった。写真は、 ベルファストの原則に2機配置された 10.2cm 連装広角砲。広角砲は1930年型 10.2cm 広角砲を引き続き採用している。15.9kg の砲弾を行角45度で 18,150m、最大行角80度で 11,890m の高度まで到達できた。 左右方向に170度旋回でき、不行は、行角80度、深く10度であった。発射速度は、毎分15発だった。これを連装砲がで4機8門を搭載した。他に4センチメートルポンポン砲を4連装砲がで2機、12、7ミリメートル機銃を4連装砲がで2機搭載した。魚雷兵装は53、3センチメートル3、連装魚雷発射管を、 片手に一機ずつ、計二機装備した。前述の機関配置の変更により、広角砲弾は、全部弾薬庫からチェーン駆動ベルトコンベアにより、約33メートルもの距離を運ばなければならなくなり、弾薬供給に問題があった。イラストは、アドミラリティ式三道型水管管。機関配置は、主管を二機ずつを前後に分けて配置するシフト配置を採用しており、そのために、 煙突の前後が広く離れている。アドミラルティ3動式重油戦小水管管4機に、パーソンズ式、オールギアードタービン4機4軸の構成と同じで、あるが、出力は全球の7万5千馬力で32、ノットから1割強化された8万2500馬力が得られたことにより、関係の肥大化後も速力は32.25、ノットを発揮した。 水戦装甲の最大圧こそ全球と変わりないが、防御範囲を前後に拡張し、甲板防御も強化された。そのため、第一グループよりも、防御重量が、約500トン増大した。後に核をび、化学兵器に対する空気洗浄装置を完備している。1939年春高、1941年、ドイツ海軍の U456 の来撃の末、 沈没処分。1939年春行、1963年の退役後の1971年に帝国戦争博物館の陳列館になり、現在に至る。世界の感染増加第46週。ありがとうございます。